こんにちは、山城と申します。というかまあね、続きのね、番号の割り振りは続きにしてあると思いますけどね。いやー、しかし本当に、ここは一応ね、大阪の、大阪府の何区、ここ何区なんや、まあ、とりあえず JR 難波に来てますよと、でね、大阪難波って、JR 難波って面白いです。大阪難波っていうと、近鉄の方の駅名になっちゃいますからね。とりあえず駅だけ見ると、ちなみに、金田ってなってると、まるで近鉄奈良みたいな感じですよね。で、そう、構内がね、JR 難波駅って、ぶっちゃけそんなに電車来ないところじゃないですか。ね。これだって、難波ですよ。大阪のど真ん中ですかね、今こんな、悠々と動画撮ってますけどね。時刻表も特に飾ってねえんだよな。当駅は12番乗り場から普通大島駅が発車します。大島駅、端っこまで来てしまった。いいですね。そこの駅謎なのか、2面4線もあるんですよね。やけどこっち行こうって使ってるところを見たことがないけど、まあ、ピーク時とか使うのかな。で、何なんでしょうね、この先は。でも一応ね、ターミナルがあるって。で、まあこれを前にやりましたよね。近鉄のやつを取りに来た時についでにやってますけど、なんか先がなんか続きそうな感じに作ってあるんですね。なんか延伸していくのかな。延伸するってなるとまた面白いですよね。そう、難波駅面白い。 JR 難波駅はね、ちょっと面白いところなんでね、ちょっとね、ぐるぐると見ながらね、行きたいと思います。で、こっからはね、とりあえずね、何をやるかって言ったらね、まあターミナルはもうやったやないかで、次にやるかって言ったら、まあうちでやるって言ったらやっぱりあれなんですよ。ターミナルじゃなくて駅間散歩ね、駅と駅の間を歩くっていうのでね。で、最近分かったわけですよ。いろいろとシリーズを上げました。でね、傾向としては分かってきました。やはりローカルの駅よりも、メジャーの駅で上げた方のが再生は伸びると、いうことでね。何せね、いろいろと上げました。一番上がって、再生数がダントツで伸びてるのが静岡の駅なんですよね。静岡駅から新静岡、逆か、新静岡から、静鉄の、新静岡から静岡駅、JR 静岡駅まで歩いたやつ、あれが一番伸びてるんですよね。ね、それ駅間散歩っていうほどの距離でもないんやけど、やっぱ空いた街中のね、人気のあるところの方がね、再生伸びるみたいなんですよ。ね、ってことでね、今回大事なんばじゃないですか。なんばですよ、ね、南の中心ですよね。一っ子一人映ってませんけど、今画面にはね。で、ここからね、じゃあね、あとこの辺りでね、なんか有名な駅じゃないかなと思ったらね、そうそうそう、南海ね、南海の駅に行こうってわけですね。何や、お前南海の何針にでも行くんかって言ったらね、そんなことしたら3密になっちゃうじゃないですか。元も来ないこと、ないこと言いますけどね。もう一つあるじゃないですか、南海といえば有名なね、塩見橋駅っていうね、ターミナルがありますからね。ちょうどね、JR の難波駅はね、塩見橋寄りなんでね、近いはずなんで、ね、大阪の南のど真ん中で3密を避けたね、撮影をしてこうじゃないかという、ね、ことでね、そっちの方から行こうと思います。とりあえず JR の難波駅出ましょう。で、そう、世の中にはいろんな駅があるんですけど、もう3番4番使ってる気配がないもんな。もう5時ですよ、ね、8時に出て5時ってもう見事にほぼほぼ一仕事した感があるんですけど、ここからね、残業しますよ。とりあえずね、塩見橋までどう行ったらいいのかな。でも、言うても本当に、言うてなんてな、ね、名ばかりと言われようが、ナンバーはナンバーですからね。塩見橋も言うてね、その閑散とした駅とは言われてますけど、駅からすぐ近いはずなんですよね。そうそうそう。ちょっとそのあたりは確認しながら、
行くかな、なんかあれとか見ますね。これせっかくやからちょっと持って帰りたいな。さあ、乗車記念の処理もしてもらって、こういうポチッてするのもしてくれるんですね、ここは。JR 西のやり方なのかな。まあ、とりあえず、無事出場も終わりましたんで、こっからは歩きましょうということですね。その前にはちょうど ATM がある。普通に行こうとするとやっぱ難波ですから、やっぱ南海電車の案内が出てますけど、多分これは南海難波でしょ。ってことはこっちに行ったらあかんくて、東西南北が分かりにくいな。外でやんと分からんな。もうまあ近い駅なんやから案内があっても良さそうなもんやけど、全然案内する気はなさそうやね。今この辺りに乗って、こっちがあれやろ、近鉄やな。こっちが近鉄なんやで、で何回やろ、これで千日前でこっちからかね、こっちなのよね、塩見橋って。これでとりあえずこのまま上出て出た道を左に行きゃいいんやな。よし、なんだか行ける気がするぞ。よし、あ、まあ、しかしいろんな道ありますね。さ、そうそうそう、 JR のナンバーがね、あれやって言ってもね、ちゃんとね、食べるところマックもあるし。あ、そういえばあれか、こっちはマクドやったな。まあまあまあ、おうおう、やってるやってる、近鉄電車で行ったらええね。これ降りてったら港町船着き場。あ、ちなみにね、この次はね9時半までね時間余裕があるんですよね。余裕があるというか、どっかで時間を潰さないといけないというか、まあ用事を済ませるわけなんですけど、その間に細かい、大阪の方でちょっとね、だから大阪の方に来ないとねできんこと多いですからね。そうそうそう、ただなるべく寒さ避けなあかんって言うんだよね。本当は一番行きたいの、電電多分行きたいんやけど、トンバシの方に行きたいんやけど、あっちには行けんやろって言うんだよね。船着場なんてあんの、なんなん。まあ、港町って言ったら元々のリアルナンバーの駅の名前ですもんね。え、なんなん、どっちな、そっちが通路なんかな。あ、そっちが通路っぽいな。はあはあはあ、無駄に登ったな。あー、めっちゃ無駄に登ったな。え、でもない、あ、じゃあそっからこっから上がれんのか。何なん、船着き場って何なん。